今日は7月13日の金曜日です。ということでまたですね、減量の経過報告動画を撮ってみたいと思います。でこの減量の経過報告動画も、今週で20回目を迎えました。まあ、2月26日から、スタートしてですね、今週でちょうど20週間が経ったんですね。まあ、あの区切りのいい数字ではね、あるとは思うんですけども、まあ、一応ね、残り2週間ということで、まあ、いよいよ大詰めっていうね、あの感じではあるんですけども、僕の中では、そうですね、減量の進み具合としては、まあ、8割は超えたけど、まだ9割はちょっといってないかなっていう印象なので、まあ、残り 1.5 割ぐらいですかね、それを、まあ、2週間でどこまで詰めることができるのか。っていう、なんかそんなね、心境でいるんですけども、一応まあ、今日がね、金曜日、明日土曜日、で、明後日が日曜日ということで、まあ、明後日のね、2日間で、なんていうんですかね、こう、気分を入れ替えて、で、またですね、来週の月曜日から、ね、ラスト2週間、まあ、ラストスパートはちょっとまだ早いんですけども、来週はちょっとね、山場の一つではあるかなというふうには思ってますので、まあ、それに向けてね、しっかりと、明日、明後日、こうなんとなくね、気分のリフレッシュを図りたいなというふうに思ってます。はい、ということでね、早速、経過報告からいきたいと思うんですけども、今朝の体重は 66.6kg でした。あの前回のね、経過報告動画の時の体重が 66.5kg だったので、ちょっと増えてんじゃんっていうふうにね思われる方もいらっしゃると思うんですけども、あの今週はですね、結構こうアップダウンの激しい1週間だったかなということで、昨日はね 66.1 だったんですよ。なので今日はね、それに比べると 500g 増えてるっていうことなんですけど、あの今週はですね、一応まあ実験的にというかね、食事内容をいろいろ変えるっていうことをやって、まあ、どうなるかをね試した週だったんですね。で、あの、週の頭、今週の頭は、カーボディプリートをやって、それを2日間やってみたんですけど、それで体重がどうなるのか、で、また炭水化物を戻した時にどうなるのかっていうことをちょっとこうね、試しながらいろいろ師匠と相談してね、あの来週からの食事内容を決めるっていうことをやりました。で、あの前回の経過報道の時は 66.5 だったんですけど、そこからですね、あの、まあ、日曜日は 66.2 まで落ちたんですね。で、日曜日は、炭水化物はそんなに取らないようにして、まあ、前回の、ね、動画でアップしたみたいな感じで、あの、まあ、鶏肉をまたね、油をつけて食べるみたいな、なんちゃってチートデーをやったりしたんですけど、で夜は、何食べたっけな、あ、夜はね、あの缶詰、魚の、酒缶を食べたりとかっていう感じで、基本的には、普段とね、同じような食事内容だったので、月曜日も 66.2 だったんですね。で、月曜日はカーボディプリートで、炭水化物をゼロにして、で、66.0 まで、火曜日、体重が落ちました。で、そこから、火曜日もね、そのままディプリートして、で、水曜日の朝はね、あの、ちょこっと増えたんですけど、66.2 になっていて、で、そこから炭水化物を入れるようにしたら、まあ、こうなって、こうなってって感じで 66.1 で、昨日はまたね、ちょっと、酒缶を食べたんですけど、その時にあのいろいろね、野菜だったり、あの豆腐だったりとかっていろいろ付け合わせを結構あの傘を食べたもんですから、まあ、その分で今朝はね、あの体重が増えたのかなというふうに思っていて、なので、まあ、そのあたりのね、こう何を食べたらどうなるのかっていう、その体重のこう推移っていうのが僕もなんとなくあの自分で把握できたかなというふうに思ってますので、あのまたね、来週からちょっと食事内容をいじるんですけども、まあ、その参考になった1週間だったかなというふうに思ってます。一応明日は普通に、今まで通り炭水化物を入れる減量食を食べて、で日曜日はですね、ちょっと、最後のチートデイをやってみようかなというふうに思ってます。まあ、でもね、そんな、なんていうんですかね、こう変なね、脂っこいものとかね、炭水化物をガツッと入れるわけじゃなくて、まあ、自分の中では一応ね、これが食べたいっていう食材があるもんですから、まあ、それを食べようかと思ってるんですけども、あの何を食べるのかについてはですね、またそれもあの動画の方でアップしてみたいなというふうに思ってます。はい、という感じです。一応ね、来週は、週の頭にまたですね、カーボディプリートをして、でそのディプリートをしながらですね、結構ハードにトレーニングをやるっていうことをね、やろうかというふうに思っていて、でそれで、まあ、果たしてね、体重がどうなっていくのかっていう感じなんですけど、まあ、きっとね、落ちるだろうなっていう確信はあります。なのでね、そのディプリートの、なんですかね、こうエネルギー不足に負けないように、しっかりとですね、トレーニングをハードに
追い込んで、まあ、少しでもね、残った脂肪を燃やすっていうことをね、やっていこうかなというふうに思っています。はい。という感じですかね。まあ、とりあえずね、トレーニングは、そんな感じで来週も一生懸命頑張りますし、で、あと再来週ですね。再来週は、最後の週になりますので、まあ、そこでもね、また、カーボディプリットっていうのは、続けていくんですけども、まあ、来週、最初の週の頭にディプリートして、で、また次の週もディプリートする間に、まあ、どこから炭水化物を入れるのかどうかっていうのはですね、またちょっと師匠に体を見てもらいつつ、まあ、そのあたりは微調整っていう感じなのかなというふうには思ってますね。どっちにしろね、最後の週は、ディプリートして、もう体をね、空っ血の状態にして、で、それで最後カーブアップっていう、運びで持っていきますので、まあ、そのカーブアップできる状態にとにかく持っていけるようにですね、もう体をスッカスカの状態にするっていうのをね、まあ、来週と再来週かけて行うっていう、まあ、今のところね、そんな予定でいます。はい。ということで、今のね、減量20週間経った、体の状態をですね、チェックしてみたいと思います。結構ね、今週1週間でまた体が変わって、今のね、見た目としては、こんな感じです。あ、先週よりはですね、だいぶ、こう、ね、水が、抜けた感じが、画面で伝わるかなっていう感じなんですけど、ね、だいぶテカってきたんじゃないかなって思うんですけどね。なんですかね、こう、動画にいただくコメントでも、だいぶちょっとこう、干からびてきたとかね、みすぼらしくなったみたいな、そのね、コメントをいただくようになって、それは、まあ、見た感じがね、こう、貧相になったっていう言い方もあれなんですけど、だいぶ、こう、まあ、いい意味で捉えですね、ドライになったっていう感じになってるのかなっていうふうに思うんですけど、ボディビルダーのね、最終調整の仕上がりっていうのは、本当に、普通の方からするとね、ちょっと受け入れがたい、その見た目になるかなっていうふうに思ってますので、だから、普通の人が見てね、こう、そこまで絞んなきゃいけないのみたいな。まだ絞るんですかみたいなね。そんなふうに言われる、状態っていうのがね、やっぱり、本来のね、ボディビルダーの仕上がりなんじゃないかなというふうに僕は思ってますので、だからそういうコメントをいただけるようになったっていうのはですね、自分なりには、こう、結構ね、仕上がりが近づいてきてるんじゃないかなっていうバロメーターにしています。はい。ということで、足の状態はですね、今は、こんな感じで、足もですね、先週よりはだいぶ、こうね、溝が深くなってきたと、思います。まあ、まだ、もう二掘りぐらいしなきゃいけないなっていう感じなんですけども、ちょっとですね、上半身の質感には近づいてるかなというふうに思います。はい。あと、背中ですね。背中も、またね、ちょっと画面でチェックしたいと思うんですけど、細かい線とかはね、多分、こう増えてきてるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。はい。という感じですね。まあ、体の状態としては、さっき言ったみたいに、まだ9割にはちょっと届いてない仕上がりかなという感じでね。まあ、自分のこう見た目としては、ペースとしてはね、前回出た、その日本クラス別の時よりは、ちょっと早いかなというふうに思います。1週間ぐらい、まあ、仕上がりのね、ペースとしては早いかなというふうに思うんですね。だから、まあ、前回の、出場した日本クラス別の時の体よりは、もう、一回り、こう、絞れた体をね、作れるんじゃないかなというふうには思ってるんですけど、まあ、でもね、そうやって油断すると、あっという間に時間も経っちゃいますし、ね、体もどう反応するかっていうのは、まあ、これはね、蓋を開けてみないとわからないところではありますので、決してね、ペースが速いからといって油断することなく、まあ、ガンガン攻める気持ちでね、思いっきり、まあ、食事とトレーニングは、なんですかね、力を出し尽くしていきたいというふうに思っています。はい。でね、なんか僕の、そのね、コンテストに対する取り組み方について、まあ、前回の動画にね、いただいたコメントで、ちょっと面白いっていう方もあれなんですけど、目についたのがあったんですけど、僕がですね、こう、決して楽とは言えない減量や、怪我した体を押してまでボディビューに打ち込む理由って何なのか
っていうことをね、こう尋ねられてるんですけども、まあ、僕はよく達成感とかね、終わった後のご褒美がこう、なんていうんですかね、モチベーションになってるとか、まあ、ボディビルがね、好きだからっていう気持ちで続けてるっていうことは今までも発信してると思うんですけども、まあ、それだけでね、そこまでこうやる、なんていうんですかね、動機になるのかっていうことがね、この方は疑問に思われてるっていうことを、まあ、コメントでね、書いてくださったんですけども、そうですね、このあたりについては、なかなかこう自分のね、こう、心の底の話になってきますので、こ うまくね表現できるかなっていうふうに思うところではあるんですけども、まあ、確かにその好きでやってるボディビルっていうのは、普段やってるオフのトレーニングがそれに当てはまるのかなっていうふうに思うんですね。自分のこう好きな種目をやって、まあ、それでね、自分が満足する重量を上げ下げする、まあ、その結果、筋肉にしっかり効かせることができて、まあ、それでねパンプしたりとか、まあ、力伸びを感じたりとかね、それでなんか筋肥大してきたなって感じるって、これは、やっぱ楽しいですよね。で、ちゃんとこう自分の狙ったトレーニングができた後の達成感っていうのもすごい感じられますし、まあ、そういったそのボディービル独特の楽しみっていうのをね、感じられるとは思うんですけども、それと、まあ、今行っているその減量期のトレーニングだったり食事っていうのは、まあ前者のね、僕の時のトレーニングと比べて楽しいのかどうなのかって言われると、まあ、決してその、なんですかね、こう、楽ではないですよね。辛いかって言われれば、辛くないってよく僕はね、言うんですけど、まあ、たまには辛いなって感じる時もありますし、なんていうんですかね、こう、ある意味、なんですかね、嫌なことでもやんなきゃいけない部分っていうのはあるのかなっていうふうに思ってます。で、なんでそれをね、続けてるのかっていうことを、まあ、あえてね、言葉で表すとすれば、まあ、やっぱりね、勝負事ですので、負けたくないっていう気持ちが、まあ、一番の、その、動機、原動力となっているのかなっていうふうには思いますね。そこはね、勝ちたい。じゃなくて負けたくないっていう気持ちなんですよ。まあ勝ちたいと負けたくない、何が違うのかっていうね、ことになると思うんですけども、まあ、僕の感覚としては、勝ちたいと思ってもね、ボディビルってなかなかこう、ね、審査は他人が決めることですので、自分が勝ちたいと望んでも、結果が必ずそうなるかっていうと、必ずしもそうなるものではないので、だからね、勝ちたいっていうその気持ちっていうのは、いつの間にかこう自分の中から消えていったかなっていうふうに思うんですけど、でもその負けたくないっていうことに関してはある程度自分の狙った通りにできるのかなっていうふうに思ってるんですね。で、その負けたくない相手って誰なのかっていうことなんですけども、僕がですね、一番負けたくない相手っていうのは今はね、この人なんですよ。この人今ここに写真出てますけど、これはね、誰なのかっていうと、2012年に、東海ボディビル選手権に出場した時の僕の体なんですね。この時の体が僕にとってはなんかね、こう何ですかね、今までで一番頑張って体を作ったその体なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。で、この時のその大会に向けたモチベーションっていうのは僕の中ではすごい高くてですね、もう本当にもうこれ以上できないっていうぐらい頑張ってやろうっていう気合を込めてね、体を作ったんですよ。だから、こんな感じでね、結構仕上がりとしてはね、いい仕上がりなんじゃないかなというふうに思うんですけど、で、ちなみにこの写真はね、大会の10日前です。で、ここから10日間、まだまだ最後の追い込みをやり込んでですね、で、大会当日はお尻にガーッとね、カットが出るぐらいまでの仕上がりを作ったんですね。まあ、正直自分の中では、この時が一番頑張ったんじゃないかっていうふうに思ってます。それまで、それ以外の大会はですね、ここまで頑張れたかっていうと、まあ、頑張れてないなっていうふうに思えるくらい、まあ、この時は本当に頑張ったんですね。で、まあ、なんで頑張ったのかっていうと、さっき言ったみたいに負けたくない気持ちがあったからなんですけど、実はですね、これは、負け試合の後の、なんですかね、こう、試合だったので、だから、その、前の試合で負けた時の気持ちをですね、もう一回二度と味わいたくない。っていう、そういうね、モチベーションがあったんですよ。その気持ちっていうのは、やっぱね、勝ちたい気持ちよりも、すごい、何倍も大きな、なんか、その、自分の原動力になったな、というふうに感じているんですね。で、まあ、その、
前に何があったのかっていうと、もうちょっと遡るとですね、2009年に僕は初めて、ミスター愛知、愛知県ボディビル選手権に出て、優勝することができたんですね。で、自分の中では、もちろん一生懸命頑張って、出場しましたし、初めて出たとは言っても、その前はね、別の団体に出てましたので、初めての大会ではなかったんですけど、でも、JBBF のミスター愛知っていう大会は初めて出て、で、それで、優勝することができてね、なんか、こう、初出場で取っちゃったみたいな、なんか自分なりに、こう、なんかおごりができちゃってですね、ちょっとこう鼻が高くなっちゃったりとかして、調子に乗っちゃったんですね。で、次の年に、日本クラス別にいきなり挑戦しちゃえ、みたいな感じでね、予選余裕で通るでしょう。下手したら優勝してアジア選手権の、ね、代表に選ばれるかも、みたいな、そんなね、上ついた気持ちで、日本クラス別にですね、2010年に挑戦したんですね。その時は、70キロ級に挑戦したんですよ。で、それはなんで70キロ級だったのかっていうと、ミスター愛知の時の仕上がりがですね、大会当日64.8とか9とかって結構ギリギリの65キロギリギリの体重だったんですね。だから、そこまで仕上げなくても、ちょっとね、緩めの状態で出ればいいやっていうふうに思ったので、だから66とか7とかね、そのぐらいの体重で、ちょっと出てみようかなっていうイメージでね、70キロ級に出たんですけども、でも、もちろん世の中そんな甘いもんじゃなくて、日本クラス別のね、レベルっていうのは、当時の僕が予想してたのとね、全く違いました。むちゃくちゃもうね、レベルの高い大会で、特にその年のね、70キロ級っていうのは、もうそうそうたるメンバーで、優勝したのは、当時ね、破竹の勢いで優勝街道を突き進んでいた山崎選手という方だったんですけども、で2位はミスター日本の、ね、ファイナリストに何回も残っているジャガー佐藤選手で、3位が、ジャパンオープンで優勝した、ことなので、静岡の井上選手で、4位が、今の65キロ級の、チャンピオンに続けている浅野選手という感じで、もう本当にすごいメンバーだったんですね。で、その中でね、僕はポツンと、そういう上ついた気持ちプラス甘い体でね、出場したわけなんですけども、もうね、控室入った瞬間にすごい場違いな雰囲気をね、感じてしまいまして、で、もう服脱ぐ前からね、完全にビビっちゃったんですね。なんてとこ来ちゃったんだろうみたいな、なんで、ね、僕はこんな中途半端な気持ちでここの、ね、試合に出てきちゃったんだろうみたいな感じで、本当に情けなくなっちゃったんですね。で、そんな気持ちで、舞台に、ね、上がったもんですから、もちろん、自信満々にポーズ取ることなんか全くできなくて、本当に頭真っ白な状態で、規定4ポーズだけ取ってね、で、ピックアップに1回呼ばれたかな、1回呼ばれたと思うんですけども、それで、一次予選でね、予選敗退っていう結果になっちゃったんですね。だからもう本当始まって10分ぐらいで、一次予選の通過者発表しますっていうその中に呼ばれてなくて、で、今呼ばれてない方は、ゼッケン番号返してくださいね、みたいな感じで、さよならっていう状態になっちゃったんですよ。で、その時のね、心境っていうのは、もう本当に後悔。しかなかったですね。東京でね、開催された大会だったんですけども、皆さんにね、応援してもらって、東京までのね、交通費とかも、オスジムのね、オーナーが出してくれたりとか、もう本当に、なんですかね、そういう方たちに向けて合わす顔がないっていう、もう穴が入ったら入りたいっていう、もう、なんていうんですかね、こう、思い出すだけでもちょっとこう、ね、ゾッとするような心境だったんですけども、はい。という感じで見事にね、花っ柱をへし折られて、打ちのめされて帰ってきました。で、そこからね、1年明けて出たのが、その2012年の東海大会だったんですね。で、ちょっとそこまでの話長すぎるって感じなんですけども、そういうね、いろんな背景があったので、その2012年の、東海大会をですね、また、愛知の次は東海っていう感じで、こう順番にだんだんとね、こうやっぱり上り詰めていこう。逆にそうしないとダメだっていうふうに自分で思ったもんですから、強くね、東海大会で、優勝する、でそのためのカードをしっかりと作るっていうことを目指して2012年はね、減量スタートした瞬間からもう全力で取り組むっていうことをやったんですね。でその結果、しっかりと仕上げることができたわけなんですけども、なので、そういうね、背景が
あるんですよ。まあ、負けたくない気持ち。で、その結果、頑張ったら、そういう体を作ることができたっていうね、まあ、自分なりのこう歴史があるもんですから、まあ、その、なんですかね、記憶が、こう、今でもね、こう、鮮明に残ってますので、だから、まあ、大会出るならね、やっぱりその予選落ちはしたくないっていう気持ちはすごいあります。でもまあそれは結果なのでね、結果は実際出てみないと分かんないんですけども、だけど、それはね、努力すれば回避できることなんじゃないかっていう思いもどっかでありますので、だからそのために一生懸命頑張るっていう部分はあるのかなというふうには思いますね。はい。ただね、その2012年にちょっとね、頑張りすぎたっていう面もあって、まあ、ちょっと多少ね、燃え尽き症候群みたいな部分にもなったもんですから、だから2012年の後、はですね、ちょっと間を空けて3年間出てなくてね、次出たのは2015年っていう感じなんですけど、まあ、その出たきっかけっていうのはですね、子供たちがまたその僕のねボディビューの試合を見たいっていうことをね、言ってくれたもんですから、だったらちょっと頑張ろうかなと思って2015年は出てみたんですけども、まあ、やっぱり3年ねブランクがあるっていうことで、まあ、自分なりには頑張ったんですけども、東海大会の時のような仕上がりっていうのは作ることができませんでした。で、西日本でね、7位っていう結果で、まあ、ちょっとそれはね、まあ、悔しい部分はあったので、まあ、もう一回頑張りたいなっていう気持ちがあってですね。で、その西日本出た時に、次の年、2016年に西日本大会がね、愛知県で開催されるっていうことを聞いたもんですから、で、まあ、それはね、体重別の試合っていうことで、それもね、合わせて聞いたので、あ、じゃあそれをもう完全にね、こう、ターゲットとして1年間頑張ろうっていうふうに思って、で、2016年は西日本のまあ、65キロ級でね、優勝することができたんですね。で、まあ、せっかくね、65キロ級まで落とすっていうことは、まあ、ほぼ自分の中ではね、なんですかね、こう、完璧に近い仕上がりに、持っていけるんじゃないかなっていうふうに思ったもんですから、まあ、過去のね、その、苦い経験のある、日本クラス別の、まあ、65キロ級に挑戦してみようっていうことでね、2016年は、日本からスレスも出場したんですけども、でそこで一応ね4位入賞という結果を得ることができて、その過去の2010年に味わったトラウマっていうのですね、そこでやっと解消することができたっていう感じなんですけども、はい。で、まあ、1年オフを開けて、今年またね、日本クラス別に、挑戦しようとしてるっていうことで、なので、やっぱり僕の中ではね、日本クラス別っていうのは、そういう苦い経験のある大会でもありますし、そのおかげで、ね、その後の、こう、なんですかね、こう仕上がった体を作ることができたきっかけでもあるということで、まあ、すごい、なんというか、こう、思い入れのある大会っていうんですかね、だからそれに出場するにあたっては、もうとにかく自分のね、ベストを尽くすっていうことは、まあ、やり抜きたいなというふうに思ってますし、出るならね、やっぱり前回の、体よりはいい体を作りたいっていう思いは強いもんですから、だから、まあ、今の、僕の、こうなんですかね、まあ、一番の目標としては、2016年に出た日本クラス別にね、出た時の、仕上がりなんですけども、まあ、それよりもね、もっともっと、仕上げることができた2012年の体っていうのは、僕にとってはね、本当に、まあ、こう、うん、なんですかね、こう、一番負けたくない相手っていうんですかね、自分にとってのライバルだというふうに思っています。はい。ということで、まあ、そのね、過去の自分に負けたくないっていう気持ちが、まあ、今の僕のね、一番の原動力なんじゃないかなというふうに、思いますので、まあ、そんな感じでね、まあ、思っていただくと、なんとなく僕の、この、なんですかね、こう、やる気の、モチベーションのね、元っていうのは、ご理解いただけるんじゃないかと、ね、ご想像いただけるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、減量ね、20周目の体の状態とともに、まあ、そこに向けて、まあ、頑張る理由みたいなことをね、お話しさせていただきました。あ、一応ね、この写真と同じアングルで、昨日、こっちのね、撮った写真が、まあ、それなんですけども、まあ、同じアングルでちょっとね、見比べてみようと思って、同じカメラで撮ってみました。はい。ちょっと色合いが違うのは、これはね、この照明を、つい最近、前のやつが壊れて変えたもんですから、それでちょっとね、色合いが違ったり、あと立ち位置がちょっと違うので、陰影がね、微妙に違ったりするんですけども、まあ、なんとなく、こう仕上がり的には、まあ、同じぐらいには慣れてるのかな、どうなんでしょうね。血管の見え具合、まあ、このね、ポーズの取り具合とかもちょっと違うので、一概にね、正確に見比べることはできないんですけども、まあ、なんとなく、
同じぐらいには慣れてるのかなというふうに思っていて、で、まあ、10日、これね、2012年の写真は10日前。で、こっちは昨日だから12日に撮ってますので、一応ね、17日前っていうことで、1週間ぐらい早いのかなっていう感じですね。だから、まあ、もしね、同じ仕上がりだとすると、まあ、東海大会の時の仕上がりを超えられる可能性はあるというふうには思ってますので、本当にね、超えたいなっていうふうに、ね、それが叶えられるといいなというふうに思っています。まあ、残りね、期間、いよいよ2週間ということで、まあ、でもね、やるべきことは、決まってますので、まあ、それを、あとはね、着実にこなしていくことができれば、まあ、2週間後にはですね、自分の納得できる、仕上がりに持っていくことができるというね、確信はありますので、まあ、そうなれるようにですね、一日一日、まあ、強い気持ちを持ってですね、しっかりと目標を、頭でイメージしつつね、こう取り組んでいきたいというふうに思っています。はい、ということで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。